地下のワインセラーオックスフォード大学ジーザスカレッジにあるワインセラーに保管されているワインボトルワインセラーはワインボトルまたは損に入ったワインの貯蔵室であるワインボトルや樽の他にはカーボイアンフォラプラスティック容器に入っていることもある能動的なワインセラーでは環境管理システムによって温度や湿度などが制御されている一方で受動的なワインセラーは 温度変化を減らすために地下に建設されていることが多く人工装置による温度、湿度の環境管理は行われない。地上にあるワインセラーは英語でワインルームと呼ばれることがある。500本以下程度の小規模なワインセラーはしばしば英語でワインクローゼットと呼ばれる。中世においてワインの管理と供給を担った大規模な建物はバタリーと呼ばれた。 イスラエル北部のテルカブリ遺跡からは、紀元前1700年に使用されていた世界最古のワインセラーが発見されており、このセラーでは3000本のボトルに相当する量のワインを貯蔵することができた。ワインは自然の産物であり、傷みやすい食品である。ワインセラーは害を有する可能性を持つ外部の影響からアルコール飲料を保護し、ワインボトルを暗闇や安定した気温に置く。 熱、光、振動、温度や湿度の変化にさらされると、あらゆるワインが台無しになる可能性がある。一方で適切な状態で保存されると、ワインはその品質を保つだけでなく、アロマ、風味、複雑さを向上させる熟成が進む。地上で保存されているシェリーのソレラソン摂取7度から摂取18度の間では、様々な変化が緩やかであるため、 ワインを良好に保存することができる。保存に最適な温度はフランスで、ワインの保存に使用された洞窟の温度に近い摂氏13度であり、この温度は短期貯蔵と長期熟成の双方に適している。一般的には高温よりも低温でよりゆっくりと熟成が進む。摂氏14度を超えるとコルクを通して呼吸が行われ、熟成過程がはっきりと加速する。 このため通常は摂取10度から摂取14度の間で熟成が行われる。ワインセラー内にあるポートワインの試飲室ワインセラーは濃度的セラーと受動的セラーに区分される。濃度的なワインセラーは断熱性が高く適切な環境構築を必要とする。ワインに適した温度、湿度を維持するために空調設備や冷却設備を必要とする。 極めて乾燥した気候では人為的な過失が必要になる場合があるが多くの地域では人為的な過失は必要としない。受動的なワインセラーは温度の季節変化、非変化が少なく人の手を加えずとも冷量で湿度の高い場所、例えば温帯気候にある地下室などに置かれる必要がある。受動的なワインセラーは予測性に乏しいがセラーの管理に費用を必要とせず、 制限の際にも影響を受けない。ワインの貯蔵に適した湿度の重要性を論じる専門家もいる。ワインスペクテーター氏のマットクレーマーは、ボトル内の相対湿度は密封物の使用やボトルの向きに関わらず100%に維持されているとするフランスの研究に言及した。しかし、アレクシスリシーヌは湿度が低いと有機コルクは乾燥が早く進み、 低すぎる湿度が問題を引き起こす可能性があると指摘した。所望する湿度を保つためにセラーの床面を覆う砂利に対して定期的に少量の水をまくことが推奨されている。ありがとうございます。